というわけでね、今日はね、茨城市の中心部から少し山の中に入った、気になるね、お寺やってきました。このだいぶ向こう奥、山奥にちょっと気になるね、建物があったので、ちょっと見てみようかなと思うんですけども、おそらくね、このお寺の関係のね、施設だと思うんですけど、ちょっと行ってみます。この先にね、だいぶ先にあるらしいんですけど、これ Google マップの衛星、航空写真ですかね、見たらだいぶ先に大きなお堂の屋根が、見えたんで、何かしらあると思うんですけど、ちょっと先に行ってみます。よし、よし、よし、うわ、これしんどいな。
から階段がありまして井戸みたいな水はありますね。ミランダ1リットルジャンボサイダープラスライム、除草剤ですね、あれは。サイダー上からかな。ありますね、これ昔の音石碑が。よいしょ。だって石の中にまたお地蔵さんがあります。首のない、ね、お地蔵さんもありますね。あの首が重すぎて割れたような、ね、感じですね。立派な屋根が、これが上から見えたやつだと思うんですけど、ここですね。19、20、21、25、27、30、31、32、33、立派な建物で、かなり身分の高い、ね、お墓、方のお墓ですね。大津与吉郎平平、東照、昔の墓ですね。この建物もすごい立派ですね、屋根が。江戸時代ぐらいから、それ以前にもあったのかな。その他ちょっと気になる建物があります。今あの完全に倒壊してますね。ぺちゃんこになった大体昭和の初めぐらいに建てて、まあ
平成に入ってぐらいから倒れたのかもしれない。セミ。今の昔のお墓があります。まあ多分このお寺の関係のね、お墓なのかなと思います。あのそれっぽい名前というか掘られてるんで、まああの奥のお墓とかも一部欠けてますけど、まあいろいろねあったのかもしれないですね。この辺は土砂崩れとかで、ただなんですけは何もないですね。仏具が散乱してますね。で屋根瓦もね落ちてるんで、もしかしたらこの屋根は瓦とかその当時はあったのかもしれないですね。こういうお寺でした。もうほとんど人が来るような感じではないですが、ちゃんと整備されてます。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。